目黒蓮、スノーマンの活動で見せる表情、ラジオや YouTube メンバーと過ごす時間は個人活動でも糧に。先日、第15回多摩映画賞、最優秀新進男優賞を受賞するなど、出演作を重ねるとともに俳優としての評価を高め続けているスノーマンの目黒蓮。マイクールに放送された金曜ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK、では、いつでも勝ち気な、世界一のわがまま男、天王寺陽、春、役を演じ、また一つ演技の新たな扉を開いたばかりだ。人気漫画を原作に持つ本ドラマを見て目黒の演技に初めて触れたという人や、目黒のことが気になり調べたらスノーマンのメンバーで驚いたというような声を SNS で見かけたこともあった。原作連載中のコミック誌、ビッグコミックスペリオールは、男性のミドルエイジ周辺世代がメインの読者層のため、目黒の出世作となったドラマ、サイレント、TBSK、や、第15回多摩映画賞、で評価された映画、私の幸せな結婚、月の満ち欠け、などとはまた違った視聴者に目黒蓮、そしてスノーマンをアピールする機会にもなったのではないだろうか。